平野紫仕様、新たな舞台への飛躍、飛べ遺跡で揺れる芸能界の行方。動乱の芸能界、新たな扉が開かれる。日本の芸能界において、常に移り変わる風景が広がっています。新たなトピックスとなったのは、キングプリンスのメンバーである平野紫仕様の転身と、飛べという新たな舞台への参加です。その影響は、すでに業界全体に波及し、彼の未来に対する期待と興味が高まっています。 キングプリンスの転機永遠のメンバー像を変える出来事7月26日無事テレビ系の時をかけるにてキングプリンスの一員だった長瀬門と高橋海人が登場しましたしかしその放送は彼らだけではなく今年5月22日にジャニーズ事務所を退所した平野志洋と神宮寺優太そして2021年に退所した岩橋元気の姿を振り返るものでもありました これにより、ファンたちにとっては感慨深い瞬間となりました。一方で、岸優太は5月22日にキングプリンスを脱退し、主演映画 G メンの完成披露舞台挨拶に登壇しました。彼は600人のファンの前で一発ギャグを披露し、その活躍ぶりが話題となりました。そして岸も9月30日にジャニーズ事務所を退所する予定ですが、彼の飛べ入りも注目されています。飛べの舞台。 新たな可能性への期待。7月7日、平野志陽と神宮寺優太は、ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた、とべへの所属を発表しました。その際、平野と神宮寺それぞれのメンバーカラーに合わせた花束が用意され、これがファンの注目を集めました。さらには、とべには元ジャニーズ Jr. のインパクトアズ改めインプの所属も発表され、その動向にも業界中が注目しています。 これについて、芸能関係者は、トベは今後大規模なライブイベントを仕掛けていく予定で、元ジャニーズメンバーたちの参加が期待されています。特に、元キンプリ組の新曲発売は近い将来に実現するのではないでしょうか。と語ります。平野紫仕様の躍進、新たなステージでの可能性。平野紫仕様は新たなステージでの躍進を果たしつつあります。彼のインスタグラムは解説されるや、わずか2日足らずでキング。 アンド、プリンスのフォロワー数を抜き、359万強のフォロワーを起こるまでに成長しました。これは木村拓哉や嵐をも抜き去る勢いであり、その影響力の大きさを示しています。テレビ界も平野に注目しており、彼の主演ドラマ企画が水面下で進行中とされています。しかし、ジャニーズとの兼ね合いや視聴率を考慮しつつ、具体的な番組の出演についてはまだ発表されていません。それでも、 彼の主演ドラマが実現すれば、業界内外からの期待は高まることでしょう。新たな舞台できらめく未来へ、キングプリンスのメンバーたちの転機が芸能界に大きな影響を与えつつあります。トベという新たな舞台で、彼らは新たな可能性を模索し、ファンたちの期待に応えることが求められています。平野仕様の成長や活躍は特に注目され、彼がどのような未来を切り開いていくのか。 業界全体が期待に胸を膨らませています。未知の舞台が広がる中、彼らの活躍に今後も目が離せません。